沢村一樹、長澤まさみの木村拓哉の称賛を聞き逃す。ごめん、膝しか見てなくて、9月7日、火曜日、映画、マスカレード、ナイト完成披露試写会が東京、DOME, CITY, HALL で開催され、木村拓哉長澤まさみをはじめとする豪華キャストが顔を揃えた。本作は、数々の傑作ミステリーを世に送り出してきたベストセラー作家、遠野敬吾が描く。 マスカレードシリーズを原作とし、その第一作である、マスカレードホテルは2019年に実写映画化され、大ヒットを記録。最新作でも破天荒な刑事、新田康介に扮する木村と、彼の相棒である真面目すぎるホテルマン、山岸直美を演じる長沢のコンビは健在。トークセッションで、MC から木村の座長としての振る舞いについて質問が飛ぶと、長沢は、木村さんは、 座長としての信頼感と安心感は200%あります。もっとかもしれません。誰が来ても受け止めてくれる気の大きい方なので、安心してぶつかっていけますし、集中力のある現場になるので、お芝居できる環境としてはありがたい。全員がそう思っていると思いますと称賛した、沢村一樹、長沢まさみの木村拓也の賞賛を聞き逃す、ごめん、日差しの画像はこちら、 多くのキャストが頷く中、長沢が、ですよね。沢村、一気さんと問いかけると、沢村は、ごめん、長沢の膝しか見て、なくて聞いてなかったととぼけ、笑わせると客席から拍手が起こった。改めて沢村は、木村君は一緒にいて、ものすごく刺激をもらえるので、撮影は大変でしたけど、とにかく楽しい現場でした。ありがとうございましたとコメント。また、 今回印象的だったシーンについて、長沢が、沢村さんが本当に大変なお客様なんですよねと、またもや沢村の話になると、木村が膝ばっかり見てるお客様と先ほどの発言をかぶせ、笑いを誘った。長沢が、お客様は絶対で、尽くすことがホテルマンの喜びですから、それに応えるんですけど、沢村からは難題が多いんですよね。 なので大変でしたと振り返ると、沢村はネタバレになってしまうので、多くは語れないんですけど、せっかくお越しいただいたんだから、犯人聞いて帰ります。と客席に大胆な問いかけ、笑いが起きる中、MC に絶対やめてください。それだけはダメですと止められるも、沢村は、どうせ、干渉した2時間後にはわかりますよと暴走し、木村から、こらつ、 と叱られていた映画マスカレード・ナイトは9月17日金曜日より全国東方形で公開。2 0 2 1東の敬語終映者映画マスカレード・ナイト制作委員会配給。東方最新情報は映画マスカレード・ナイト公式サイトまで。